ちゃんとおばちゃん喧嘩してる。収まった。収まった。昨日もね、ここ案外ね、こんだけボロアパートやねんけど、音ってほんま聞こえないんですよ。っていうか、逆に私の耳がおかしいんちゃう。私が何幻聴してるんかないぐらいのね、ちょっと前ね、そういろんな話し声が聞こえたりしとったんですけど、日頃はほんま静かなんですよ。昨日の晩ね、そういうなんちゅう怒鳴り声とかそんなんじゃないんですけど、なんかその幻聴でもね、そのちょっとなんか怒り揉め気味やなっちゅう幻聴やったんですよ。普通なんかボソ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 いう喋り声じゃのうて、なんかこれ言い合いしてるなみたいな幻聴やってね。でトイレ行ったらね、トイレ行ったらちょうどこっちの隣は流しなんですよ。そういうちゃう、トイレの隣トイレか、トイレは繋がってるんや、トイレの隣はトイレなんですよ。だからトイレは壁が薄いんかな、その明らかちょっとほんま言い合ってるような感じがね、はっきりほんま全然聞こえませんで、ほんまそのほんまこうなんちの空耳みたいな感じで聞こえるだけなんですけど、どうもなんかそういう感じだったんですね。で今表でなんかわーわー今一瞬だけほんま一瞬だけやってありました。よう喧嘩してんねんけど仲いいらしいですわ。いつもどつき合いの喧嘩してますねってね、おばちゃん言ってあるから。はい、これ何言った、クリーミーフライ、こんなん食うなっちゅう話やねん、こんなん食うなっちゅう話やねん。クリーム、カニクリームコロッケいうことでしょ、要はこのフライも食うなっちゅう。いただきます。うまっ。激声でね、多分 2,3 日前にね、豚まんとかシューマイ食べてますね。それも夜中に。知らんけどめちゃくちゃカロリーですやん、多分ほぼ寝食いでめちゃ食べてますね。晩から豚まん4個入り551ね、豚まん4個入りとあれシューマイ6個入りかな、それもらって、でいっぺん一晩食べてまいんだけど、晩約夜中から朝にかけて完食してますね。朝よりか昼かな、まあほぼ朝までに。多分めちゃくちゃカロリーですね。ほんで昨日ちょっとねお呼ばれに出かけとってね、でまあまあ呼ばれたんですよ。ならね2キロぐらい超えてますわ。これ2キロ超えとったらね、おっちゃんショックやねん。おっちゃん今体重減るのが楽しみやからね、2キロ超えとってなんか超シューンとすん。
体重計何回も乗ってね。それも寒いからいっぱい来てますやん。で自分ではこんだけ来とって2キロ分ぐらいかなとか 2.5 キロぐらいかなとか 1.5 ぐらいかなとかありますよ、着込み具合でね。けどそれで前言った70全部来て 76.5 としたら 2.5 引いたらなんぼや、74ですやん。あーあーって思うんやけど、まあそんなもんか思うんですけど、こんだけ超えてき超えとったらね、ん？とか思ってね、もう寒いのに全部脱ぐんす、全部脱いで測るんすよ。ほんで絶対ですや、そんなんやってまんねん。どんだけ乙女やねん。結局こんな油もんでしょ。オーマイガーですよ。で運動も全然してないですよ。ほんま継続は力なりや。あの毎日歩いてた頃が懐かしいわ。歩いて鉄棒じゃないけどぶら下がってできへん懸垂してみたいな懐かしいわ。ラジオ体操してみたいな。というか寒いかしてこの駒川商店街とか行くのにね、長井公園のこう旅行機って行くんですけど、走ってる人も少なかった。はい、ごちそうさまでした。コロッケ一つ残しました。まだ腹5分目ぐらいですけど、これ以上食べたらやばいかなと思って、はい、食欲が止まらん。これやばい。これちょっとどっかでこうバシッとあれせんとね、このままズルズルっといったらねやばいことになりそう。うっす、炭酸もないんよ。ほんで炭酸がなんでないの？ロックっちゅう気分でもないしね。サイダーはおまして。サイダー開けない。今ね、YouTube 見とったらね、11人家族言うて、11人家族言うぐらいから子供9人やろね、多分。これめっちゃ若い奥さんですね、これ多分めちゃくちゃ若いよ。で11人家族で何あのピクニック行く言うてね、電車が11人分のお弁当を作ってあるんですけど、めちゃくちゃ手際いいね。神がかり的に手際良かった、ほんまにすごいな思ってね。だからこの若い奥さん、美人で若い奥さんの11人分の料理が私の1人前分よりも手際いい。全然汚れてへんよ。その私ら自分の1個作ったらもうすごいことになってますやん。
すごい、そんなことはね、めっちゃ手際いい、綺麗。馬やらしい、馬やらしい、じゃ羨ましい。すごいよね、ほんまに。子供作るのも好きやけどね、料理もね、えらいよ。こんな人がまだおるんやね、ほんまに。私昔ね、石田さんの大家族でやっとったんですよ、このまだテレビ見てる頃にね。石田さんちの何やらかんやら言うてね、どっか化粧品会社の社長やない、重役かなんかかな、お父さんが。あれよー見とった、あれ面白かった。石田さんどないしてはんのかな、もうさすがにやってへんやろね。っていうか、また話戻りますけど、このね、美人で若い何11人家族のママさん、また何から唐揚げやったかな、なんかいっぱい、とにかくめちゃくちゃ品物作ってはってね、天ぷらちゃうわ、あれ何やったかな、なんか何料理か忘れですけど、小麦粉とパン粉やったかな、なんかやってはってね、バーって。私ね、油凍ってますね。生まれて初めて買った油があるんですよ。それなんで買ったか言うたらね、フライちゃうわ、なんかフライもんしようか、なんか魚も買ったんですよ。それ魚買ったのにフライにとかシールポン貼っとってね、魚のフライ一遍やってみようかな思って、で魚と、ほんでその油買ったんですよ。このペットボトルのお化けみたいな、けどまだありますわ。結局焼いたんかな、魚は。なんか、あ、そうそう、そのね、それこそそのなんか小麦粉かなんかしないけど、それせなあきませんや。素揚げでもよかったんかな、それいるんや思ってね。だから小麦粉とめこねたかいな。パン粉は分かるんですよ、パン粉はパン粉ですやん。小麦粉とね、あ、片栗粉や。小麦粉と片栗粉の違いで何でんの、違うもんやね、小麦粉と片栗粉。でそんなん家でフライもしよう思ったら、小麦粉も揃えなあかん、片栗粉も揃えなあかん、まあ、パン粉はいらんか。だからね、やっぱり諦めました。っていうか違いが知りたい。いや、違い調べたけど忘れた。みんなこっちで、このお母さんすごいわ、ほんまに。これね、多分ね、お父さんもすごい、お金持ってちゃうから、9人のママってなってますわ。子供9人や。若いよ、このお母さん、ほんま。若うて美人や、ほんまに。お金持ちやね。すごいお家住んではるわ。子供が乗るなんか外車の車みたいな家にあるしそんなあるうちはあれへんよはい、ということで、もうコロッケ食べますわ、はい、もう辛抱たまりませんね。お願いします。辛抱たまりまへんね。お願いします。はい、じゃあ失礼します。大きにあばかりさん、チャンネル登録してね、うん、もしまた見たのを思ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、スズマークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、
よろしゅう頼んませ。バイならバイちゃ。